L.A. Ducas 4D. アキレケイローンの背に乗った、アキレウスが描かれている。ケイローンは、ギリシア神話に登場する、半人半馬の怪物である、ケンタウロス族の賢者である。ラテン語ではキローン、日本語では長母音を省略して、ケイローンとも表記される。ケイローンは、クロノスとニュンペイのピリュラーの子で、クロノスは、妻、レアーの目を逃れるために馬に姿を変えて、ピリュラーと交わったことから、 犯人半馬となったという。また、ドロプスという兄弟がいたとも言われる。ニムペイのカリクローとの間に筆ペを設けた。一般に野蛮で粗暴なケンタウロス族の中で、ケイローンは例外的な存在であり、アポローンから音楽、医学、予言の技を、アルテミスから狩猟を学んだという。ケイローンはペリオンさんのホラー穴に住み、薬草を栽培しながら、 病人を助けて暮らした。また、壊れて、ヘイラクレースやカストールラ英雄たちに武術や馬術を教え、イヤーソーンを養育し、アスクレーピオスには医術を授けた。アキレウスの死婦でもあった。弓を持つケンタウロスのモチーフは、知恵の象徴であるケイローンから由来している。ヘイラクレースと、 ケンタウロスたちとの争いに巻き込まれ、ヘーラクレースの放った毒矢が誤って、ケイローンの膝に命中し、不死身のケイローンは、苦痛から逃れるために、ゼウスに頼んで、不死身の能力をプロメーテウスに譲り、死を選んだ。その死を惜しんだゼウスは、ケイローンの姿を星にかたどり、いて座にしたという。ダンテの新曲、地獄編第十二曲においてダンテ及び、ウェルギリウスと言葉を交わし、 ネッソスに、地獄の道案内をするよう命じた。アポロドーロス、1巻2.4。ヒュギーヌス、序文、138。ロドスのアポローニオス、2巻1231から1241。ヒュギーヌス、序文。トマス・ブルフィンチ、ギリシア・ローマ神話・角川文庫、P235。ありがとうございます。